こんにちは、ジャワです。このチャンネルはブランドバッグのシェアリングサービスをしている私たちラクサスが実際にラクサスにあるブランドバッグを使ってサイズ感や容量を詳しくご紹介していくチャンネルです。今回はパフィーバッグのご紹介です。ラクサスにあるバッグの中から2つ厳選してきました。最近流行りのトランスペアレント、こうシェアシャツとかですねにあえてボリューム感のあるパフィーバッグをコーディネートに取り入れてみてはいかがでしょうか。最近ではもともとあるデザインからあえてパフィー素材をプラスして作られたバッグとかも増えてきているので、よかったらそちらもアプリで見比べながらチェックしてみてください。パフィーバッグって何、トランスペアレント何っていう方は概要欄に詳しく説明を書いておくので、よかったら見てみてください。それでは早速ご紹介していきます。まず一つ目はバレンシアガのタッチパフィーです。いい感じのボリューム感じゃないですか。素材は結構柔らかめのカーフレザーが使用されていて、こう全体的に大胆なキルティングが施されています。キルティングが大胆になっていることによってよりパフィーのボリューム感を感じられそうですよね。このフロントにはバレンシアガの B のロゴプレートがついています。このロゴも結構インパクトがありますよね。このバッグは個性的でありながらも優雅で洗練されたデザインで、このサイドのスナップボタンを開けるとハチが広がるデザインになっています。こちらのサイズが幅24センチ、高さ16センチでマチが7センチです。クラッチバッグなので片手で持つのに結構ちょうどいいサイズ感です。持ってみるとこんな感じです。もうね、このコーデ本当にバッグが主役ですね。持つだけで華やかさがプラスされますし、コーデが決まっちゃいそうです。すごいショッキングピンクってなんか結構持つのに抵抗あるかもしれないんですけど、意外と持っちゃうとどんなコーデにも合います。まあどちらかっていうとカジュアルに持ちたい感じですね。それでは中にどれくらい入るか、こちらの5つを入れていきたいと思います。入れてみるとこんな感じですが、このポーチ自体は入らなかったです。この4つでも結構パンパンですね。ちょっと手帳を出してみます。マチを広げた状態でお財布とハンカチと携帯が入りました。なんか思ったより容量は少ないのかなって思います。荷物の少ない方に結構ぴったりなサイズ感ですね。他にもバレンシアガの人気なバッグをラクサスではたくさん取り扱っているので、ぜひ概要欄からアプリをダウンロードしてチェックしてみてください。2つ目にご紹介するのはこのメゾンマルジェラのグラムスラムです。このアイコニックなグラムスラムをクロスボディスタイルにアレンジしたバッグです。先ほどのバッグはキルティング加工が施されていたんですけど、このグラムスラムはボンディング加工になっています。素材はエンボス加工が施されたナッパレザーが使用されています。これもさっきと同じで結構柔らかめですね。フロントにメゾンを象徴するホワイトのロゴタブがついていて、ファスナーで簡単に開閉できるようになっています。サイズが幅20センチ、高さ15センチ、してマチが7センチです。先ほどのバッグより若干小さいのかなって思います。持ってみるとこんな感じです。シアー素材にこうプラスすることで抜け感が出て一気にトレンド感が出ますよね。結構おとなしめの色合いなんですけど、パフィー素材でしっかりとアクセントになります。私のコーデだと結構こっちの方が合うのかな。どれくらいものが入るか、この先ほどと全く同じものを入れてみたいと思います。入れてみるとこんな感じです。これもね、このポーチは入らなかったです。先ほどのバッグは手帳が入らなかったんですけど、こちらは手帳も結構余裕で入ります。サイズは小さいんですけど、こっちの方が容量がありますね。でもこれだけ入ると本当に普段でも全然使えそうですね。他にもメゾンマルジェラの可愛いバッグをラクサスで取り扱っているので、気になった方はぜひ概要欄から無料アプリをダウンロードしてチェックしてみてください。いかがだったでしょうか。今回ご紹介したバッグの他にもラクサスではエルメス、シャネル、ルイ・ヴィトンをはじめとしたブランドバッグが約4万点ありますので、買おうか悩んでる、使ってみたいなんて方はぜひラクサスでまずはお試しレンタルしてみてください。もしこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。